ターミナリンクはテキサス州ヒューストンにあるジョージブッシュ・インターコンチネンタル空港にて運行されている新交通システムである。路線延長は 1.1km であり、空港警備を超えて空港の北側に沿って走行している。駅はターミナル A、ターミナル B、ターミナル C 及びターミナル D、E の計4駅が設けられ、5つの空港ターミナルすべてに連絡している。 ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港ではもう一つの交通システムとして1969年に開業したインターイコールターミナルトレインが運行されている。車両はボンバルディア製イノビアアップム100を12両使用している。電気方式は600ボルトの第3機上、最高速度は時速50キロメートルで旅客定員は80人である。同型車両がデンバー国際空港。 ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港、サンフランシスコ国際空港及びタンパ国際空港でも見かけることができる。ターミナリンクシステムはターミナル C のターミナル B の間を連絡する2駅 0.2km の路線として1999年5月24日に開業した。2つのターミナル間には車両基地が設置されている。 当システムは5800万 US ドルの建設費用をコンチネンタル航空によって資金提供され、航空会社の2つの空港ターミナル間のアクセス性向上のために建設された。建設工事は計30ヶ月で完了し、またコンチネンタル航空による2億 US ドルの空港拡張計画の最終段階であった。2001年には、 当システムがターミナル C からターミナル D へ 0.9km 延伸された。拡張のための電気的研究は当事業のためにケーブル及びワイヤーを 114km 以上仮設したダグエレクトリックカンパニーによって監修された。2008年前半には1億 US ドルの建設費用にて路線をターミナル A まで延伸する工事が行われ、2010年に完成している。 ありがとうございます。